さんこんにちは、ビーレーレンの大林です。今回はトレーニングの解説動画ということで、ケーブルを使ったプッシュダウンの紹介をさせていただきたいと思います。上腕三頭筋、二の腕の裏側を鍛えるトレーニングです。やり方によって上腕三頭筋のどこを重点的に鍛えるかっていうのは変わってきますので、そのバリエーションを紹介しつつやり方をご紹介させていただければなと思います。このストレートバーを使ったやり方ですね、ストレートバーを持っていただいて、やや前傾させた姿勢をとります。肘を固定したままですね、曲げて下ろして、曲げて下ろして、曲げて下ろしてやっていきます。しっかりですね、一番下でグッと押し込んで肘を伸ばしきる意識で行うようにしてください。このやり方ですと、上腕三頭筋の、外側頭と呼ばれる筋肉、この外側のところですね、ここの筋肉を重点的に鍛えることができます。2つ目のバリエーションなんですけども、今度はロープを使ったやり方です。これも外側頭、上腕三頭筋のこのね、外側のところを重点的に鍛えるんですけども、伸ばしきった時にグッと手首を外側にひねってあげてですね、よりグッと収縮させることで上腕三頭筋の外側頭に効かせることができます。ぜひ試してみてください。3つ目のバリエーション、先ほど2つはこの外側頭と呼ばれる外側の部分を重点的に鍛えるやり方だったんですけども、今度は長頭と呼ばれるこっち側ですね、長頭こっち側ですねの筋肉を鍛えるやり方、今度は逆手で持ちます。今度は若干肘をですね、動かしながら肘が上がるところから肘を下げて伸ばす、下げて伸ばすっていう風にしていただくと、よりですね、長頭を鍛えることができます。応用編ではないんですけども、こういった D ハンドル使っていただいて片手ずつやっていただくというのもすごい効果的です。こっちの方がよりしっかり下まで伸ばしきることができるので、よりですね、収縮が強くかけられて強い負荷をかけることができますので、ぜひぜひ試してみてください。それでは今回はですね、ケーブルを使ったプッシュダウンのご紹介させていただきました。それでは次の動画でお会いしましょう。さよなら。